どうもこんにちは、ラキです。今回はウォーラホリックから出た新商品を紹介したいと思います。今回僕が購入した新商品はこちらです。ウォーラホリックのカラビナです。とりあえずめちゃめちゃかっこいいっすね。もうこれは一目惚れして買いました。で、まあ使う用途も全然あるので、もう僕は大満足です。それでは開封したいと思います。こんな感じです。いやー、かっこいいよね。シンプルにこの色がまずかっこいいっすよね。もうこの黒なんて言うんだこれ、ブラックシルバーみたいな、あのグレーがかったシルバーみたいな感じの色合いで、これ全部大文字のウォーラホリックのロゴ、これもねなかなか渋いですね。そして裏側にはなんとウォーラホリック東京の店舗のおそらくまあ住所っていうか方角、まあ住所ですね、どこにあるのかっていうの、これはその方向とか角度とかそういうので、まあ地図上で表す数値なんですけど、やっぱりこういうのも細かいこだわりがね、やっぱウォーラホリックの凄みですよね。やっぱりウォーラホリックってあの基本的にもうこだわりが強いんで、あの商品開発のもう何買っても外れてないんですよ。ウォーラホリックって T シャツ1枚にしても全然その値段に見合った、もしくは値段以上の素材だったりするんですよ、生地が。だから全然、ちょっとまあお値段はちょっと高いかなって思う人もいるとは思うんですけど、僕が言えるのは間違いなくお値段以上っていうことです。ちなみにこのカラビナの値段なんですけど1200円プラス税です。僕はあのウォーラホリック大好きなんで、この値段を出す価値は本当にあると思います。でね、このやっぱカラビナっていうことは結局性能ですよね。性能、こういう細かい可動部っていうんですか、この動く場所とか、あとはこのバネの強さとかつけやすさとか、これね、あの簡単に言いますと、まあおそらく僕が今まで見てきたカラビナの中では、まあ、間違いなく最上級のもう超最高級なのかなって思いますね。まずこの重厚感ね、これまず安心の重厚感、やっぱ安心してこうカラビナーとして使えるかなって本当に思いますね。こうしっかりしてるんですよね。全然こうぐらつかないっていうんですかね、左右にぐらつかないで、もう安定したこの開閉ができるんですよ。はい、ってことで今回はウォーラホリックのカラビナーを紹介しました。もしこの動画が、まあ、ちょっとでもためになったとか参考になったとか知識が増えたとかっていう風に思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。これ僕の相棒のあのエイリアンくんです。